恋人とか持ちたいと思うよ。うわあ、これはえぐいです。バカでけえし、バカまっすぐ、マジで北海道に着きましたよ。イエーイ、ガッチです。かなこです。セイナです。知ってます。現地集合というね、素晴らしいから、ミサリンからもさ、現地集合なんだね。今は空港を出てトリトンに向かっております。楽しみ。めっちゃ晴れです。ね、なんかさ、雨だったよね。そうそうそう、でも今日は晴れだった。晴れの予報だったけど。そうだったっけ。明日と明後日がマジで心配。まあ、晴れ女なんだけど私。素晴らしいです。で、なんかあれ思い出す、霧ヶ峰だ。あ、霧ヶ峰のこと。車山高原だ、ね。うん、あの時もめっちゃ晴れてたじゃん。晴れてた。え、でも覚えてる。覚えてるってちょっと雨予報じゃなかったっけ最初。え、そうだった。あ、でも着いた時ちょっと、え、だよね、あの曇りっていうか道の駅ぐらいの時。うん、確かに晴れ女だわ。やっぱ素晴らしい。ありがとうございます。ありがとうございます。明日がちょっと体験系のね、あれだからね。素晴らしい。体験晴れてほしい。パラグライダーとか曇りだったら絶対真っ白みたいな。マジ飛んでるかわからんぐらいになっても絶対晴れてほしいね。あ、 25.6 度だって。白い恋人とかも北海道やん。北海道やん今。北海道やばい。実感久しぶり。久しぶり。北海道この前来とらんかったっけ。来てないの。去年ぐらいに来とらんかった。冬に2年前だ。そんな2年前。うん、もうその札。うん、早っ。その時にね、行こうって言ってたもんね。え、そう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 。で、ちょっとめっちゃ行きたいんだけどって言って、コロナで雪祭りやんないってなったんだっけ。あ、そうだ。そうだよね、雪祭りがやんなくて行けなかったんだ。そう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 。本当は雪祭りに行きたかったんですけど、うん、行けずっていう感じで夏に来ちゃいました。次は冬に雪祭りも行きましょう。ね、行きたい。でも、もう信じられないほど寒いんだろうな。やばそう。ということでちょっとあんまり話しすぎてもあれなので、トリトンに向かいます。行ってきます。いつか。ゴーゴー。みんなそれやってくれる。いつか。うん。マグロいらない。いや、マグロいい。あ、中トロ。いや、なんかこうやって見ると大トロのが美味しそうだ。赤身を食べてみよう。さて行きますか。行っちゃおうかしら。え、看板やん。ダイバーあるよ。1個ずつ食べる。あり。でもやっぱ本日一押しなの。ホタテ行っちゃう。行っちゃってください。でっか。ダイだから。いただきます。すごい。そんな
早っ。もうね、プリンプリン感がね、もうすごい全然。マジ？めっちゃ美味しい。美味しそう。いただきます。でっか。お、大きな一口。でしょ？心臓弱くないもん。どうですか？やばいよね。最高です。ボンって。わかるわかるわかる、でも。マジで。マジで顔の大きさぐらいで送って。でも本当に変わらんぐらいよ。遠近法使ってきた。やば、どうしたらいいこれ。ちっちゃい。おぉ。かわいい、はみ出た。分厚すぎて、ほぼサーモン。マジ？ご飯がない？ギリじゃん。喋れない。美味しい。トロトロ。トロトロなの？あの子ってトロトロなの？やばくない？これ一番かもしれん、私。マジでトロトロなんだけど。まだいる。まだいる。最高です。はい。彼女は今チャージポットを返しに行っています。皆さんはシューナちゃんロング派ですか、ショート派ですか？私はどちらも好きですが、金髪ショートの今がとても好きですね。皆さんはどうですか？前髪あり派ですかない派ですか？あ、帰ってきました。返せましたか？返せました。よかったです。いらんよ、絶対に。絶対いらん、サポート。では今からめっちゃもう真っ黒なんだけど。嘘。あ、いいですね。もう一度お願いします。ホテルに向かいます。レッツゴー。あばな。うわー、あったー。すごい、めっちゃテンション上がる。あちらに止まります。存在感やばいね。存在感。セーラー？あれ？宣伝隊長いたな。フライトで感銘を受けたからね、その本に。あ、めっちゃいい、めっちゃいい。え、なんかめっちゃ北海道って感じだよ。ゴロ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 って言った。やりと。目もあった。あ、いいですね。でで。え、楽しそう。ね、野生の動物も。え、楽しそう。え、サファリパークみたいな感じかな。行きたい。行こう。これは行くしか。なにこれ。こんにちは。え、残るの嫌なんだけど。なんか飛びそう。やばいね、すごい。牛がいる。あ、本当だ。も
が美味しすぎる。美味しい。びっくり。びっくり。びっくり、これは。びっくり。美味しいね。美味しい。今から牛さんに会いに行きます。行きます。これはえぐいです。どうですか、念願の。最高。もうこっからの絵もいいもん。めっちゃかわいい牛。おーい、もう牛さん、もう食べるのに必死。もう食べるのに必死。あ、おお、同じタイミング。1、4、5、6、7、8、9、10来た。どっちだっけこれ言うの。すごい。ちっちゃさな子。牛さん、来て来て。来てくれる？サービス精神満載じゃん。めっちゃ人懐こいね。近っ。すごい。牛さん。なにちゃん、なにくん。もう牛さんと三人撮りしよう。こっち向いて。サニー。サニー。32番だからサニーちゃん。あ、そういうこと。サニーちゃん。サニー。サニーちゃん。ちょっと言ってた。コンプラ。サニー。こっちこっち。かわいい。入りください。ちょっと怖い。怖い？もう踏んでるな絶対。餌中にやったらやばいんで多分。確かに。じゃああの子にさ、小柳ちゃん。こんにちは。角が生えてるね。ね、怖いよね、あの。うん、鋭い。あ、行っちゃった。かわいい。逃げられてます。あ、来てくれたよ。すごい。やっぱ大人も触ってほしいのかな。かわいい。あ、帰ってダメだよ、飛ばないでね。かわいいね。しーちゃんもなんか顔にどつかれそう。何しろ腕キャー、近い。こんにちは。あんまり上からはダメなのかな。よしよし。めっちゃ疲れてる。親にヤギです。ダメだよ食べたら。いやー、いやー、ごめんね。あ、かわいい。並んだ。はい、並んでね。ヤギちゃん、ちょっと一列だよ。お、来た来た来た。並んでる並んでる、マジで並んでるよ。え、大丈夫なん？気をつけてよ。ヤギ渋滞。すごいんだけど。食べた？ヤギ集まりすぎじゃない？私もヤギに見えるかな、白いで。ねえねえ、食べたらダメ。食べたらダメ。やばい。OK？ 硬いつの。ね、硬いよね。首の角度やば。こんなの。バイバイ。バイバイヤギ。おお。すごっ。もう昼寝できちゃう。あー、できるこれ。今から夜ご飯を食べに行きます。また海鮮。やっぱ北海道来たら魚食べないと。そうそう。え、なんかすごいよ。すごい、森の中やん。すごい、かわいい。綺麗。いけいけ。かわいい、綺麗。Thank you.
やばい、すごい最高、やばいですいただきます。美味しい、うん、めっちゃ雰囲気いいやん。寒いね。寒い。悩んでます今。とてもほうじ茶パウダーだって。うわー、絶対つけこれがいい。ほうじ茶ピザだ。ほうじ茶パウダーがいい。どうしよう、1個買って分ける。あり。アホだ。寒いな。食べりん食べりん。次のナイトカートドライブに向けて、時短で。めっちゃ濃厚。マジ？ほうじ茶だけどさ、ちゃんと牛を感じるよ。あ、うん。美味しくない？え、ミルクあるよねちゃんと。あ、本当だ。え、ミルキーの味する。うん、美味しい。寒っ。アホや、こんな時。すごい。おお。うー、すごい。めっちゃ綺麗、見てたわ。うわー、すごい、綺麗。やばいね。イエーイ。できたー。楽しい、何これ。ねー、サファリパーク。これ熊とかに来たらやばくない？怖い。美味しい空気が。ねえ、ほんと最高よ。なんか浄化されるね。いるんじゃない、ここら辺とかも。牛だ。はーい。馬だ。え、こんにちは。あ、ごめん、明るいかな。こんにちは。すごい白いね。うん、牛だ。すごい、すごい。もう牛さん。はい、ハロー。でっか。それな。え、おならしてない？おならこれ。コンプラ、コンプラが。ちょっと YouTube 撮ってるんでやめてください。ちょっとやめてください。イエイイエイ。すごい。今のとこ阿部さんが鹿を5匹ほど見ました。見つけました。タタタタって前を横切っていきました。馬と牛と鹿。確実に発見しました。発見しました。本日の調査団はあと少しで終わってしまいますが、次回もまたご報告いたします。あ、もうすぐ到着ですね。ちょっと安心しますね。今は花火が上がるらしいので、それの待ちです。待ちです。結構人がいますね。賑わっている。楽しみ、ね、すごい、夏だ。きれい。人がなるからね。そう、朝の4時50分です。めっちゃ早起き。3時45分ぐらいに起きて、目覚まし3時45分に起きた。うん、目なんか目覚めた。すごい。朝から向かいたいと思います。寒いです。とても寒いです。10 11度とかって呼んでたって。11って書いてあったよ。やばい。長袖と長袖でちょうどいいぐらいだもん。息白いかな。まで入ってない。今バスを待っております。ゴンドラの場所まで運んでもらいます。ゴンドラがめっちゃ待つらしいよ。やば、頑張ります。何を頑張るって感じ。見えた見えた。
構早いね。アスプリ向かいます。え、見て見て見て、しゅうちゃん気球。わ、ほんとだ。うわ、めえ、すごい、乗りた、ね、気球乗りた。なんでもあるよね。え、マジで何泊でもできるんじゃない。めっちゃ冷たい。冷たい。11度です。寒いよ。綺麗すぎでしょ。あ、まだゴーってなったね。すっごい、めっちゃ登ってきてるわ。はい、了解です。絶景すごい。こっちからすごいよ。よいしょ。すごい。わ、めっちゃいいやん。散歩道みたいになってる。ねえ、下やらか。気持ちいい。チップチップ。超綺麗だよ。見えないね。見えない。真っ白。あ、本当だ。雲海あるのに。あ、でも見える見える、アップにしたら。すごい。揺れる揺れる。いい感じ。頑張れ。やばい、カバコが雲にいる。降りる。早っ。上の写真撮った？怖い。気をつけて。怖すぎ。めっちゃ綺麗じゃなかった？やばい。やっぱ上からのが綺麗だね。うん、綺麗。ずっと折れるな。折れる。怖くなければ。マジあれ思い出すね。登山。あれ車山。うわ。気持ちいい。マジ気持ちいい。いいね。まだ朝の6時だよ。朝の散歩。あ、柔らかい。柔らかいんだ。あ、本当だ。なんかソフトボールみたい。どんぐらいいるかな。少なめにしたい。そうだね、いっぱい食べたいもん。うん、こんぐらい。うん、すごい輝いてるで。輝いてますし、うん、やば、乗せて。いきます。よいしょー。豪快。やば、よいしょ。これ食べ放題なの。アベチも同じぐらい乗せていい？うん、お願いします。よいしょよいしょ。いいね。はい、パラドゴム大好きなんだけど。そうなの。おお。やったやった。食べ上げいる？食べたい。ありがとう。え、ポタージュ。うわ、でも味噌汁だ。でもどっちも飲もう。
でっかいグラ。わかって。今から馬に乗りに行きます。フラノフラノトレッキングなんちゃうみたいな、トレッキングホースじゃん、違ったっけ、トレッキングみたいなところに行ってきます。行ってきます。今から乗馬をします。怖いね、ちょっと意識しちゃってたまたま持ってたんですよ、これジーパンもね、カウボーイ、カウボーイです、カウガールです、カウガール。乗馬経験ありますか？絶対聞かれる実はとか言って LA で、そう、 LA で一回乗馬してめっちゃ楽しくて、めちゃくちゃ楽しみです。いやー、から楽しみ。晴れるといいね。ちょっとだけ雨が、そうそう、ちょっと雨がポチポチと、でも予報では曇りぐらいだったから、うん、まだギリって感じですが、はい、今から富良野っていうところに行きます。お願いします。あ、いやいや。ではまた後ほど。シュッシュっていう馬がいるので、シュちゃんが乗れたら会えたらいいですね。シュちゃんかシュくんかわかんないけど、結構いっぱいいたよね、馬いた。何匹、8匹ぐらいだよね。うん、結構いた。いろんなカラーのいろんな馬さんがいました。楽しみです。さあ、どの子になるでしょうか。バイバイ。バイバイ。最高じゃん。最高。え、めっちゃ強くない？やばい、最高超晴れてきた。シューティー。さすが私。シルバちゃんです。ジルバちゃん。うん、ジルバちゃん。かなこ。何ちゃんなんだろう。空風かダンス空ご飯がもらえた。もらえた。さっきしゅーちゃんが乗った子です。そう、燃えてる。もう忘れたよ。すごいよね。うん、エラがある。あ、いいいいいい。マルクシュブデーン。またね、ジルバ。楽しかった。最高でした。1時間あっという間だったことない。めっちゃ立った。あったね、本当に。じゃあ今からウォーターパラグライダーに向かいます。向かいます。近いんだ。急遽時間があったのでファーム富田というところに来ました。ファーム富田でしょ。富田でした。合ってます。
パーマ食べたりしました紫のホットクリームを食べたいです。そのためにアイス何回食べるんだろう。やばいよね。今まだでも、あ、でも3回目次。あれ1回しか食べてないかまだ。ほうじ茶のやつと、あ、そうだ、2杯だ。クモソフトとだけ、うん、まだ2日目で2個でこれから3つ目食べようとしてて美瑛牧場も行きたいから4つ確定。わーすごい、あ、めっちゃ綺麗ね、あっちやばいね。ダメじゃん、咲いてないわけ。ね、紫色のやつが咲いてる、ね、見に行きます。行ってきます。おレッツゴー。ありがとうございます。ありがとうございます。もちゃもちゃもちゃ2つ食べる。食べようか。ラベンダーアイス、あ、プルド。いただきます。同じ感だ。いただきます。うん、どんな何味なんだろう。ラベンダーでしょ。ラベンダー味なの。いただきます。うん、バニラ。うん、 あ、 ん、あ、でも違う。後味ラベンダー。ラベンダー味初めて食べた。私も何がラベンダー。うん、美味しい。うん、キリって感じだね。うん、バニラじゃないね、普通の。でもそれ普通のバニラだったら絶対違うだよね。美味しい。パリ系だ。うん、クモソフトがでも一番美味しかったな。あれ美味しかった。朝であれ美味しいのすごい。ここで言うんだ笑い方いい香り。美容師さんの美容師ではないです。逆にされるが、美容をされる側。美容ユーチューバーって何？なんかあのメイク動画を上げたりとか、ファッション系の動画を上げたりとか。職業がユーチューバーだね。そうなんです。え、マジ？はい。そうなの？すごい。何が入ってるんだ。すごい。それ無線機のスピーカー。はい、OK です。バッチリ。すごい。はい、行くよ。すごい。はい、どうぞ。ドキドキです。どうぞ。3、2、1、ゴない山、はい、白っぽくなったのがね、十勝岳なんですよ。はいはいはい。30年に一度噴火をしている。もう35年ぐらい経ってます。怖っ。やばいですよ。そろそろです。怖い。めちゃくちゃ楽しいです。どうぞ。お楽しみゾーン行きましょうか。ジェットコースターやります。あ、何ですか。ジェットコースター。ジェットコースター、くるくる回るやつ。くるくる回るやつやる。一回やってみます。一回一回。じゃあね、左手で持ってね、この辺からちょっと、あ、こっちからちょっとムービー、自撮りムービーにしたい。
これね。うわー、イエーイ、イエーイすごい、あそこにいる、ちっちゃー、こうやってなんか映ったら面白いぜひ映してあげてください。おかえりー。今の気分はどうですか？緊張楽しいよ、でも楽しい。え、なんか早くない？本当なんかこうふーって浮いてる感じだから。スパイラルの時シューナの声聞こえてよ、うん、聞こえた。確かにあの時一番叫んだもん。行ってらっしゃい。はい、シューナ。あ、行ってらっしゃい、どうぞ。行ってきます、どうぞ。楽しんでね。行っちゃいました。バイバーイ。めちゃくちゃ楽しかった。もうなんかあんなに高いところまで行ったのが初めてだったから、なんかすごい不思議な感覚でした。もう鳥になった気分。マジで楽しいこれ。なんか浮遊感というよりは、なんだろう、もうほんと浮いてる感じ。最後のスパイラルって言って、ちょっと回るやつは酔いがすごかったですが、なんとか帰還しました。めちゃくちゃ楽しかった。一番高いとこ 450m ぐらいまで登りました。次はかのこの番です。頑張れ。あ、飛びそう飛びそう、どうですか？どうぞ。150m。じゃあまだまだですね。どうぞ。体感は 1000m です。景色はどうですか？どうぞ。めっちゃいい。わあ、やってるやってる。すごい。やばい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 。すごい。やってるわ。かっこいい。いいね、これ。撮るわ。逃げるんですよ。パラグライダーが終わりました。終わりました。めちゃめちゃもう感動じゃない？なんかもう。感動。めっちゃ楽しかったね。もう森。自然。やばいよね。森みたいな。本当に思った。マジですごかった。もうすごい、これはマジでやってください。皆さん、北海道でやるっていうのは本当にやばい ね、 この広大な土地で、うんうんうん、めっちゃ気持ちよかったね。ね、人もいい人だったし、うん、いい人だったし、ね、面白い2人組の方が、うん、ね、2人組は笑い芸人じゃないか。すごい楽しかったです。みんなもぜひ行ってください。シェアの映像綺麗に撮れてるかな、あれ。多分いけてる、多分ね。ということで、今から美瑛町美瑛放牧酪農園みたいな牧場、美瑛牧場に行きます。イエーイ、ゴーゴー。またソフトクリームを食べます。食べます。3時ぐらいに着くね。まだ2時、うん、やばいね。めちゃくちゃ満喫してる。もう解散夕方だもん。本当に。では、向かいます。お願いします。いけいけ、バイバイ。